ビートたけしは島田紳助に激怒した。島田紳助が MC をしている番組で、たけしと仲が良かった細川ふみえの卒業アルバムが公開された。番組的には盛り上がり大成功の企画だったが、本人はそれを知らされておらず、番組にプライバシーの侵害だという主張をした。紳助も最初はまあまあそういう企画だから、と落ち着いて話を流していたが、細川ふみえは許せなかったみたいで、細川が執拗に追及すると紳助は激怒しこう言った。やかましいわ、ケツや乳半分出して客集めとるくせに、そんなことだけ恥ずかしいんかい。この発言に対してたけしはかなり激怒していたと言われている。愛人関係にあったと噂されるくらい仲の良かった細川文江の悪口を言われて頭にきたのだろう。たけしは紳助と昔から仲のいい明石家さんまに言った。よくあんなやつと付き合ってられるな。